京セラと KDDI の創業者で、経営破綻した日本航空を再建した稲盛和夫さん。経営の神様と呼ばれた稲盛さんは、県経済の発展にも大きな足跡を残していました。稲盛さんが掲げた経営哲学はどう花開いているのでしょうか。永田記者のリポートです。先月24日、老衰のため90歳で亡くなった稲盛和夫さん。日本を代表するリーダーである稲盛さんは、沖縄にも思いを馳せていました。私は沖縄が大変好きでございまして、最近では一極集中の進む中でですね、ローカルな地方が栄えていくと、発展しなければですね、日本の繁栄はないと私は思っておりまして、なんとかその沖縄のために、また地方のためにですね、役立つことはないかと思っていました。1990年、本土復帰から18年が経ち、社会資本の整備は進んだものの、失業率の高さや所得の低さが大きな社会課題だった沖縄。本土との経済格差を縮めようと、日本を代表する企業のトップと沖縄の財界人が発足させた沖縄懇話会のメンバーに稲盛さんも加わりました。沖縄側から参加していたのは、当時龍石の社長で後に県知事となった稲嶺慶一さんです。年齢が近く、公私ともに懇意にしていた稲盛さんの死を惜しみました。大変、でもショックは受けましたね。で、私自身もやっぱり稲盛さん の考え方ね、哲学っていうのも大事に思ってましたし、頭の中に肝に銘じていたところもあったんでね。1990年10月、後の KDDI となる第二電電企画の会長だった稲盛さんは、沖縄懇話会の設立総会で会場が驚く提案をしました。沖縄のための携帯電話会社を作る。それから8ヶ月後の1991年6月、稲盛さんの熱意に多くの県内企業が賛同し、沖縄セルラー電話が誕生しました。沖縄のに本社を作るというあことをはっきり明言されたわけですね。会社を作ると、それは地元のためになる。当初は九州の支店にする案もありましたが、稲盛さんが真っ先に行動に移し種をまいてくれたことが、沖縄側の結束にもつながり、沖縄を代表する企業が芽吹きました。稲嶺さんは沖縄セルラー電話の初代社長に就任。事業が軌道に乗るまでの間、無報酬で引き受けていました。私自身もそういうその稲盛さんの志に対して協力をしたいということがあったんでね、そういう意味では非常に思い出深い、社長人生でしたね。稲盛さんとの関係を深めていく中で、出身地の鹿児島を離れ、就職先の京都で苦労を重ねた経験を聞き、その考え方の根底にあるものを感じ取っていました。で、苦労されたという方はやっぱりですね、多くの人の心の痛みということをよく知っておられるわけですよ。沖縄の人たちのですね、この戦争を受けたこの苦しみとか悩みとかですね、それを感じておられてたんじゃないかな。苦難の人生を這い上がってきた稲盛さんの経営哲学の一つが、利他の心。自分を犠牲にしてでも他の人を助けるというその精神は、思いやりに満ちていました。まず最初にやっぱり感謝をするって言いますか、愚痴も不平不満も言わないでですね、どんな逆境にあろうとも、どんな境遇であろうとも、その周囲の人にも全てのものに感謝の心を持ってですね、生きていけばみんなから支援を受ける人間になれるんではないかと思ってますけど。設立から30年、
沖縄セルラー電話は携帯電話事業で県内シェアの5割を占めるまでになりました。これまでの企業活動のバックボーンには稲森さんの経営哲学が生きていました。心を高める、またの経営理念として事業を通じて沖縄経済の発展に貢献すると、創業以来ですね、それをベースにですね経営してきた。激しく移り変わる世の中にあっても社会全体の利益になることを共に作っていく考え方です。利益をいかに やはり地元沖縄に還元していくかということでですね、少しでもやはり沖縄の抱えている課題解決に向けてですね貢献できるようにしているという感じですね。共感を呼ぶ経営哲学を持ち類いまれな手腕を振るってきた稲森さん、本土との経済格差を抱えていた沖縄に寄り添い大きな功績を残しました。